アントワーヌ・ド・ファブレーは、フランス生まれの画家で、オスマン帝国や、聖意を跳ね騎士団が支配するマルタで、肖像画などを描いた。フランス北部、現在のセーヌ・サンドニ県のバニョレで生まれた。若い時代のことは知られていない。1738年に,に在ローマ・フランスアカデミーの校長に任じられた画家の、ジャン・フランソワ・ド・トロワに従って、ローマに移ってきたトロワの弟子の一人であった。 1739年にフランスに帰国した学生フロンティエールが住んでいたザイローマフランスアカデミーの部屋を与えられ、ラファエロ・サンティの大作、ボルゴのカサイ・アグエルチーのティツアーノ・ベチェッリオの作品の模写をした。1744年にマルタを訪れ、1751年に西洋派歴史団に入会し、マルタの貴族の肖像画や、 修道院の装飾画を描くなどしていたが、スキャンダルでマルタを離れ、1762年にコンスタンティノープルに移った。コンスタンティノープルでは、フランスのトルコ大使、ベルジャンヌ伯爵に気に入られ、トルコに9年間滞在した。ベルジャンヌ伯爵の家族の肖像画やトルコの風物を描いた。再び、マルタに戻り、92歳で亡くなるまでマルタで、画家、役人としても働いた。 ありがとうございます。